2日目志望校合格山市長。おはようございます、こんにちは、こんばんは、山市です。今日は名古屋市立大学の医学部の過去問を解いていきたいと思います。その前に箸休めとして、高校にいた先生、うとうとしてしまう時もあったので、こうやるじゃないですか、こうやって眠いなみたいななってるじゃないですか。で、多分周りも結構こうなってるんですよ。そういう時に突然はいってこうビクってなる時あるじゃないですか。それをしょっちゅうやってくる先生いるんですよ。一瞬はちょっとビクってなって目がちょっと覚めるんですけど、すぐうとうとしてしまうという、エピソードがありました。はい、それではやっていきましょう。この問題、点 A マイナス1コンマ2分の1および放物線 C y イコール2分の x の2乗を考える。点 A を通る傾き m の直線を L とする。ただし m は正である。次の問いに答えよう。はい、3問あります。自分で解きたい方はこの動画を止めていただいてノートにやってってください。今から少しヒントだけ出しますので、ヒントを聞いてからやりたいよっていう方はヒントを聞きながらやっていただいてもいいのかなと思います。はい、1番のポイントとしては、まずこの L の直線の式って出てないですよね。なので L の直線の方程式を求めて連立すると。はい、2番のポイントとしては、まずグラフを書いてください。ちょっとちっちゃく書いたんですけど、皆さんは大きく書いていただいた方が分かりやすいかなと思います。大きく書いていただいて、 L の方程式もう1番で求めてあるので、その傾きを大体で書いていただいて、でその交点を大体でまたこれも書いていただいて、でこのところがこの点 A マイナス1を通っているので、マイナス1ところの x イコールマイナス1のところに縦に y 軸に平行に引いていただくと、黒色の面積はこれ三角形になりますよね。なのでこの三角形の面積を求めて、こちらの青色の部分は積分法で解いていただくと求まりやすいのかなと。で、あとはこれを足していただくだけになりますね。3番はここを利用していただくと関数が出てきます。 fm が。なので fm を求めてから微分をした時にどうなるのか、それを考えて増減表を作ってみて、そうすると実数解は何個あるんだろうっていうことを考えていくと、あとはここそこから推測ができますので、あとはもうこの n を考えていくだけというところになります。なので fm を出していただくことがまず先決になるかなと思います。じゃあここのポイントを押さえて、皆さん解ける方は解いてみてください。一緒にやれる方は今から解説していきます。じゃあまず1番からいきます。はい、それでは過去1番やっていきます。交点なので、先ほども言ったように連立をしたいんですけど、 L の式がわからないので L の式を書き出していきましょう。まず C はもう求まっているので書いておきましょうか。 C は y イコール2分の x の2乗。じゃあ L はと、はい、この点 A を通るって言ってて、あと傾き M っていうのが分かっているので、これを利用して直線の式を考えればいいので、このマイナス1と2分の1を使って、あとは傾き使って考えればいい。でこれを計算していただくと y イコール mx たす m たす2分の1になります。あとはここ交点になりますので、連立をこの2つの式からやればいいとなりますので、2分の x の2乗イコール mx たす m たす2分の1、これを計算していただくとこうなります。ここから考えていくと、なんか
因数分解できそうだなとなりますので、因数分解していきましょう。因数分解すると x たす1括弧 x-2m-1 括弧閉じてイコール0となります。ということは x はマイナス1か 2m たす1だよとなります。この時の y の値を考えればいいので、x イコールマイナス1の時 y イコール2分の1 x イコール 2m たす1の時 y イコール 2m の2乗たす 2m たす2分の1か、こうなりますかね。あとはこれを座標にすればいいので、マイナス1コンマ2分の1、あるいは 2m たす1コンマ 2m の2乗たす 2m たす2分の1なので、答えはここになりますね。じゃあ続いて括弧2番やっていきましょう。はい、それでは2番、第二象限において C、L および X 軸で囲まれる図形の面積 SM を求めようというところになります。これ一体どういうところの面積なんだろうというのが想像しにくい、あるいはどうやって求めたらかわからない可能性がありますので、一回図にして考えていただいた方がわかりやすいかなと思います。じゃあまずこの図書いていきましょう。はい、括弧1番までで分かっていることを書き記しました。でグラフはこうなるはずです。 M が正なので右肩上がりなります。で A がここにあって、今回こちらの交点に関しては記す必要がないので書いてないです。今回必要なのはここになります。でこの第二象限においてっていうのは、この右上の部分が第一象限で、第二、第三、第四になりますので、第二象限っていうのはここになります。左上のところにおいて、この C のグラフと L のグラフと X 軸で囲まれる図形ってどこだってなった時に、ここなんです。ここの面積 SM を求めようと。これどうやって求めるんだろう。この三角形からここの面積を引くより、ここに Y 軸に平行な線を自分で作って、青色の部分三角形になります。で赤色の部分はこの Y 軸に平行な線と X 軸とこの C の放物線に囲まれた面積になりますので、この2つを足せばいいんだとなります。まずこの三角形の面積を求めるにあたり、 X 軸と交わっているこの点の座標を求めたいので、ここを求めます。でこの直線は y イコール mx プラス m プラス2分の1なので、 x 軸に交わるってことは y 座標は0ですよね。ということはここの交点は y 座標が0ってことは、ここ x はいくつなんだろうとなった時に、0イコール mx プラス m プラス2分の1 mx イコールマイナス m マイナス2分の1x イコール 2m 分の x イコール 2m 分のマイナス1マイナス1になります。なのでここの座標がこれになります。あとはここ y 軸に平行な線なので、ここは x イコールマイナス1ですよね。ということはここの座標はマイナス1コンマ0となります。あとはこの三角形の面積の求め方で、ここの青色は求まります。これをちょっとこちらに書き出しました。座標3点をこれ出すとこうなります。あとはこの三角形の面積の求め方なので、まず底辺
大きい方から小さい方を引くとここの底辺の長さになりますので、マイナス1引くカッコ 2m 分のマイナス1マイナス1となります。でかける高さ、この底辺のところの高さは y 座標は0なので、ここの y 座標がそのまま高さになります。よってここ2分の1ですよね。なので高さ2分の1で、あと三角形なのでかけるまた2分の1、これを計算すれば青色の面積が求まるはずです。この底辺の長さに関しては中括弧をつけないといけないので中括弧をつけておきます。なのでこのまず中括弧から計算をしていただくと、あと 2m 分の1だけ残ります。であとはこれにかける、2分の1かける2分の1なので4分の1をかければいい。よって答えは 8m 分の1となります。続いてこの赤色の囲まれた面積を考えていくので、ここは積分法で求めていきましょうねとなります。赤色のここ書き出すと、ここマイナス 1x 座標がで0で、この関数が y イコール2分の x の2乗なので、インテグラルマイナス1から0ですね、2分の x の2乗になります。これを計算していただくと積分になりますので、6分の 1x の3乗マイナス1から0になります。でこれ計算していただくと、これ計算していただくと6分の1、あとはこれを足していただければいいので、答えは 8m 分の1プラス6分の1になります。これがカッコ2番の答えですね。じゃあ続いてカッコ3番やっていきます。はい、それではカッコ3番やっていきます。 C と L で囲まれた図形の面積を TM とすると、 MSM分の TM イコール18となる M に対し、 M は10分の N より大きくて10分の N プラス1より小さいを満たす自然数 N を求めようとなります。まずこれ一気に考えると何言ってるんだってなりますので、ここ考えていきましょう。 TM に関して C と L で囲まれた図形の面積ってどこだろうって考えた時に、1番で求めた交点を使います。まずこちら 2m プラス 1m の2乗プラス 2m プラス2分の1で A になりますので、マイナス12分の1、この放物線と直線の方程式で囲まれたところなので、この赤色の部分になります。じゃあここの面積の出し方ってどうやればいいんだとなりますので、この緑色と赤色でできたこの台形からこの緑色の部分を引けばいいですよね、面積。よってこれどうやって計算したらいいのか、積分法ですね。じゃあ積分法考えていくと、インテグラルマイナス1からここ 2m プラス1、ここの間ですよね。で計算は台形ってことはこの直線の式の方を使わないといけないので、この直線の式 mx プラス m プラス2分の1からこの緑色の部分を引けばいいってことは、この放物線のと x 軸で囲まれたこの部分を引けばいいので、引く2分の x の2乗、これを計算すればこの TM の面積になるはず。じゃあこれ計算していきましょう。2分の1インテグラルマイナス1から 2m プラス1、はい、ここ括弧の中に分数があるので分数なくしてあげて、x の2乗にマイナスついちゃってるのでマイナスも外に出しちゃいましょう。なのでマイナス2分の1を外に出していただくと、カッコ x の2乗マイナス 2mx マイナス 2m マイナス1となります。これ因数分解できそうなので因数分解していただくと、
2分のマイナス1インテグラルマイナス1から 2m プラス1で、括弧 x プラス1括弧閉じて括弧 x マイナス 2m マイナス1括弧閉じるとなります。これ積分法でよく出る形ですね。はい、これ積分法でよく出るパターンですね。 x マイナスアルファ括弧閉じて括弧 x マイナスベータはマイナス6分の1括弧ベータマイナスアルファ括弧閉じるの3乗になりますので、これよく出るパターンですね。はい、ここがアルファ、ここがベータで、ここもベータ、ここもアルファになってないといけない。マイナスアルファなので、これマイナスつけるとマイナス1ですよね。で、ここマイナス 2m マイナス1にマイナスでくくっていただくと、これ 2m プラス1になりますね。よってこれベータベータで一緒になるはずなんです。はい、この形の時はこうなるんだよとなりますので、これを使ってあとは解くだけになります。これを今さっきのよく出るパターンを使っていただいて、マイナス2分の1かけるこれですね、これで、先ほどのマイナス6分の1で、括弧ベータ 2m プラス1で、アルファはマイナスなので、マイナス1をマイナスしますので、プラス1の3乗していただく。そうすると、12分の1、括弧 2m プラス2の3乗になります。これ2、外に出せそうなんですけど、3乗なので注意してください。外に出すとき、2を外に出すんで、3乗して出さないといけないんです。なので、これ、中括弧で書きますね。2括弧M たす1の中括弧閉じての3乗なんです。これこの2を外に出したいから、外に出すとこれ23乗して外に出ますので、12分の8括弧 M たす1の3乗になります。で、あとこれ約分をしていただくと3分の2となります。よって TM は3分の2括弧 M たす1の3乗だよとなります。じゃあ続いてこの MSM 分の TM イコール18となると書いてあります。この SM なんだこれはっていきなり出てきたと思われがちですが、括弧2番で SM 出てきてるんですよ。はい、 SM は括弧2番で求めた答えになりますので、 8M 分の1プラス6分の1でしたね。それを元にこの式にこれとこれを代入して関数を作っていきましょう。これを変形すると TM イコール 18MSM になります。この TM がこれ3分の2括弧 M プラス1括弧の3乗なので、それを代入していただいて、で S 括弧 M が8m 分の1プラス6分の1なので、それを代入していただく。で、あとこれ計算していきましょう。計算していただくと3分の2括弧 m 足す1括弧の3乗マイナス 3m マイナス4分の9イコール0になります。はい、これで m についての関数になってますので、これを fm と置きましょうか。まあこれ fm とただ単に置いただけなので、式はそのままです。で、これ M0 の時いくつなんだろうというのだけ一応求めておきましょうか。 F0 は12分のマイナス19になります。あと必要なのがこれ微分をしていただいて増減表を作成したいとなりますので、 F'M イコール2括弧 M プラス1の3乗マイナス3となります。はい、ここが0になる時は M プラス1の2乗イコール2分の3 M プラス1イコール M プラス1イコールプラスマイナスルート2分の3になるんですけど、 M はこれ最初に正であるって書いてありますよね。ってことはこれマイナスになることないですよね。 M プラス1だって M って正だから、正足す正は正ですよね。よってマイナスルート2分の3はありえないので、
ルート2分の3。はい、であとはこれ計算していただくと m イコール分の、はい、m イコール2分のルート6マイナス2となります。これで増減表が作成できそうですよね。あとはこの間のところをとそれ以降どうなってるかを考えていけばいいので、それを計算していただくと増減表は、はい、増減表を作っていただくと M が0の時 FM は12分のマイナス19で、 M が2分のルート6マイナス2の時 F' M は0で、その間を考えるとこの微分したやつがマイナスになるので減少してることがわかります。なのでこの2分のルート6マイナス2の時は極小値になるんですよ。微分のやつをそれ以降考えていくとプラスになるので上がっていくということはですよ、ということはこれ以降上がっていくので実数回は1個しかないんだってなります。この関数が0に、この0になるところはこれマイナス2分12分の19ですよね。それより下に下がっていくってことはこれマイナスにずっとなってますよね。で極小値の時も絶対マイナスじゃないですか。でそこから上がっていくから0になるところってここ、この上がってった後の1点しかないはずなんですよ。ってことは実数が1点しかないんだっていうことをこの増減表で確認できます。あとはこの範囲10分の n から10分の n プラス1の間に m があるので、これを考えた時に m、 この m の値は0になる時じゃないと、この式が0になる時じゃないといけないから、この後ですね、この後でルート6っていうのは 2.449 になりますので、まあ大体 0.4 か 0.5 とかですよね。このルート6引く2やるとの2分のなんで、まあ 0.2 とか 0.25 とか、まあそんな感じで大雑把にやっていただくと、それより大きくないといけないっていうことを考えていくと、じゃあマイナスからプラスになるこの分岐点はどこなんだっていうのをあとは考えていけばいいんですよ。それを考えていくと、こうまあ適当に入れておきましょうか。なので、まあ、10分のじゃあ10だとして1を代入したらどうなるのか考えていきましょう。 F1 の時計算をこれ代入をして計算していただくと12分の1になるんですよ。これって0より大きいですよね。1000になりますよね。おってことはここから下がってって上に上がってって1の時はじゃあプラスだと、じゃあどこでマイナスに切り替わるんだってことを考えていくと、ここが例えば1だとして、じゃあここ考えていくと10分の10なんで、ここマイナス1をした数なんで10分の9を考えていきましょう。10分の9入れていただくとめちゃめちゃ計算めんどくさいんですけど、はい、1500分のマイナス566になります。はい、で約分していただくと750分のマイナス283になるんですけど、約分していただく必要は別にないです。これ0より小さいかどうかを見てるだけなんで、マイナスになった時点でもう0より小さいことが分かる。ってことはこの間で0より小さいのか0より大きいのかが変動してるってことは、この間に0になる M があると推測ができますので、よって答えはここ1で、ここが10分の9、10分の9より大きくて10分の10より小さいのが M の値だよとなりますので、で今回求めたいのは N の値だから、ここの値ってことはこの小さい方はこれ10分の9を入れた時の9なので N イコール9となります。これも
皆さん考えられるように練習をしていただくといいのかなと思います。今回の名古屋市立大学の問題は以上になりますので、どん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 難しい問題とか過去問解いていきますので、ぜひ参考に使ってください。それでは失礼いたします。有言実行は神だよ。